ガンバのいいカウンター、坂本ワイドに出します。しっかり粘りました。サイドチェンジ、斉藤美月シュート、ガンバ先制。日本では2年ぶりのゴール、斉藤が先制ゴールを決めました。グーとか言って。ありがとうございます。挨拶したんですよ。おはようございます。おはようございます。今から復帰しけますよ。ゴー、ゴー、ゴー。そう、そう、そう、最後に12、13、24。ワイカー、ガッコヘイ、シャカラー。オッケー。もちろん相手もすごくビルドアップが特徴あるチームだと思いますし、まあ、個々の能力もある選手たちが揃っているので、自分たちがしっかり狙いを持ってこうはめに行くことができれば、こう自分たちで試合の状況を見ながら強く行くところと、まあ、一回ブロック作るところだったりとかっていうのを見極めながらやれれば勝てると思ってます。自分たちがしっかりこう相手を押し込む時間帯が増えてくれば、まあ、よりそういうチャンスっていうのも、まあ、僕自身もそうですし、僕に限らずみんな増えてくると思うので、やっぱりこう数字を残していくっていうのも選手の一つの価値として非常に大切なことであると思っているので、そこには自分もこだわって初ゴール取れるように、まあ明日頑張りたいと思います。ゲストをお迎えしましょう。本日のゲストはガンバ大阪45番鈴木武蔵選手です。皆さんこんにちは、鈴木武蔵です。この度ベルギーの方からガンバ大阪に移籍してきました。よろしくお願いします。お願いします。
って書いてある。2つもだな。浦和レッズ江坂のキックオフで始まっています。そんなことも期待しての起用だと思いますけど ね、 前線でね。さあガンバが一気に攻め込んでいきます。小野瀬シュート、西川弾きました。ワールドカップ使用球ですから少しブレ球になっていたか。今の奥のアンカー斉藤美月、石毛がインサイドハーフのようなポジションを取るときがありますが、ガンバチャンスになる。坂本、坂本、小野瀬、左足のシュート、浦田戻して、坂本は戻します。小野瀬シュートブロック。黒川のシュートは枠を捉えることはできませんでした。まあそこの今言ったフィフティフィフティで差し込むの、坂本シュートですね。西川好セーブ。いやこのシュート、西川のセーブ、こうね深いとこから斜めのボールですから、ファーストタッチでちょっとねゴールから離れるようなあのトラップになってしまいましたけれども、そのことによって角度はなくなったと思いますが、もうもらう前からシュートイメージしてましたから ね、 そうですね。セットプレーから12ゴール12ゴールは1位です。ここは まさに前節ねモーベルグのセットプレー一発で勝ってますから、はいすね、はい、サッカーってそんなもんですからね。なるほど、はい、ここはガンバのいいカウンター、坂本ワイドに出します。しっかり粘りました。サイドチェンジ、斉藤美月シュート、ガンバ先制。日本では2年ぶりのゴール、斉藤が先制ゴールを決めました。カウンター一戦、ガンバ先制です。素晴らしいゴールですね。東口から始まってるんですけど、ここのドリブルの運びですよ、はい、ここでうまくショルツのスライディングかわしながら、そしてなんといってもこのボールですね、見事なボール、そして胸でのファーストタッチ、もう全てが完璧じゃないですかね。そうですね、この運びは見事でしたね、坂本ね、はい、そして今シーズンから加入した石毛、ゴールに決まりましたね。石毛のボールは本当に糸引くようなボールで、まあ、ショルツが一番のターゲットだと思いますけどね、はい、岩波のヘッド東口。いや岩尾のボール、岩波のヘッド、そして東口でした。小野瀬リターン、小野瀬スルーパス、倉田左足のシュートだー。決めました。ね、オフサイドでしたね。福田さんおっしゃった通りになりました。そして切り替えようという、戻して奥の、ちょっと両チームともやっぱり前からのプレッシャーが激しいですから、はい、少しそこの中盤を飛ばすようなプレー多いですね、左足のシュートコーナーです。小野瀬離れること多いですから、そうですね、まあ、失点も少ないですけど実は得点も少ないですから ね、はい、実はね、坂本仕掛けてシュート打ちました。いいんじゃないですか、はい、松尾中にモーベルが入っています。あ、ホイッスルはなりました。三浦元太、点を仰ぎます。
ました。1対1同点。ショルツの感情が爆発する。中に関根、その関根に出すシュート、ピカシビッチ。いやいいシュートですけどね、コントロールがね。ここでホイッスルです。死闘を演じた両チーム勝ち点1ずつを分け合いました。